平野市陽岸雄ユタ神宮寺、ユ太タナンバー I 来年度オムライブでぶち当たる王子様の壁、金プリとの決別が超困難だわけ。2023年の10月20日から22日にかけて、神奈川県横浜に新たに誕生したコンサート会場、K アリーナ横浜でキングプリンス以下、金プリのアリーナツアー。 キングプリンスイブトゥ2023からピースから神奈川公演が開催されました。このピースは平野志洋26歳、神宮寺裕太25歳、岸優太28歳の3人が脱退し、高橋海斗24歳、と長瀬恋24歳の2人体制になって初のアリーナツアーとなりました。この記事では金プリの新展開と 彼らと脱退した三人が新たな道を歩むナンバーアイに焦点を当て、ファンの反応や展望について掘り下げていきます。金プリの新たなスタート、金プリの新たなアリーナツアー、ピースはファンにとって長い待ち時間の末に実現しました。 このツアーでは、アイドルグループらしい輝かしいステージが提供され、歌やマック以外にも、笑顔の VTR がスクリーンで流れたり、ファンサービスを行ったりしました。デビュー曲のシンデレラガールも、新体制での図をで披露され、多くのファンを楽しませました。永瀬は、俺にはアマがいて、アマには俺がいて、僕たちには皆さんがいて、これ以上のことはないと思います。 と、二人体制に移行してからもファンに思いを馳せました。キンプリのファンからも新たな展開に対する肯定的な反応が多数寄せられました。彼らは、かつてのキラキラなアイドルイメージを保ちつつ、新たな方向性を模索し、ファンに寄り添ったライブを提供したと言えるでしょう。ナンバーアイの結成。 一方で、平野、神宮寺、騎士の脱退した三人は、滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社、とべに合流し、10月15日にナンバーアイの結成を発表しました。このアーティクルでは、金プリの新展開とナンバーアイの両方に焦点を当て、それぞれの未来について詳しく探っていきます。金プリとナンバーアイの今後、現在、 キンプリとナンバーアイは別々の道を歩んでいます。キンプリの新たなスタートは一部のファンからは歓迎されつつも、その変化に対する懸念の声もあります。ファンは彼らの王子様、イメージを引き続き求めており、新たな方向性を受け入れることは難しいでしょう。 ナンバーアイも過去のキンプリとの比較から自分たちがどれだけ新たな道を切り開くことができるかが試されています。彼らにはファンの期待に応え、新たな方向性を模索し、圧倒的なパフォーマンスでファンの心をつかむ必要があります。両グループの未来がどのように展開するか、ファンや音楽業界全体にとって注目すべきポイントです。 キンプリとナンバー・アイ・ニつのグループが異なる道を歩んでいる中で、彼らはそれぞれのアイデンティティを確立し、新たな方向性を示す必要があります。キンプリはファンの期待に応えつつも、新たな展開を追求し、ナンバー・アイは自身の音楽の道を探し続けなければなりません。どちらもファンからの大きな期待を背負っていますが、その挑戦を通じて、 彼らの未来がどのように変わっていくかが注目されています。